し。古日記の配信でいつも元気をもらっているものです。古日記相談させてください。彼が夏は海でバーベキュー、知らない人との飲み会も楽しい的な陽キャ、私はワイワイ騒ぐのが苦手でゲームや漫画が好きな陰キャで全くタイプが違います。漫画みたいなカップルですね陽キャ彼氏と陰キャな私そのことでいろいろと二人で話し合ってきました。本当に彼はいい人で親切で私の思いを受け止めてくれるとてもありがたい存在です。でもやっぱりふとした時、なんで私と付き合ってるんだろう、私でいいんかとネガティブになってしまいます。どうしたら自己肯定感が高く気持ちをポジティブに維持できるでしょうか。まあなんか私なんていいんだろうかとかいうのは相手に失礼だよとか、なんかねいろいろアドバイスもあると思うんですけれども、俺もね自己肯定感が結構低い方なので思うんですけど、あのこの染みついた性格ね多分変わんないっす、変わんないっす。だけど波あるっしょ、言うて死ぬほど自己肯定感低い時と、今日は結構頑張ったから私褒めてもいいじゃんっていう時と、なんかないっすか。ずっとそこじゃないでしょ。だから今日今私ちょっと沈んでるし自己肯定感低いなって時はもう口開かない何に対しても否定的になっちゃうから、相手の言うことに対しても。だその時はもう一旦ちょっとこう気分が上がる時まで人と話さないというか、ごめん今ちょっと一人になるわみたいな感じ、まあ、それはそれで多分理解してくれると思う。ダウナーな時はもうねどうしたってダウナーなんで、時間しか解決しないと思うので僕の経験上なので、その時は、はい、俺配信しないとかね、俺だったらすまんちょっと今一人にさせてくれって言ってちょっと散歩に出るとか、まあ、その辺は理解してもらえると思うんで感じがいいと思います。無理な時は無理なんで、どうですかね、無理だと認めましょう、無理にあげるのではなく、その時はそうしないと蛙化現象起きますよね例のやつ蛙化現象になってしまいますよ、そうじゃないと、無理するとそういう感じがいいと思いますね。おじさんが頑張って若者言葉を使ってますというわけで、そんな感じでいかがでしょうか。